英国欧州航空は1946年から1974年まで運航していたイギリスの航空会社。イギリスの国内線と欧州域内の中、短距離国際線を担当していた。1974年に長距離国際線を担当していた英国海外航空と合併し、British Airwaysとなった。DC-3 第二次世界大戦後間もなくの1946年1月、BOAC はロンドンからアムステルダム、ブリュッセル、パリへの路線の運航を再開していたが、戦時中運航していた国内の複数の航空会社を自社の欧州部門へ統合し、8月1日に BEA を設立した。当初はロンドンの西にあるイギリス空軍のオソルト空軍基地から DC-3、デハビランド DH-89 ドラゴンラピード、ドイツ製のユンカースJu52等の戦時中の機材を寄せ集めて運航していた。エアスピードアンバサダービッカースバイカウントと、コーカーシドレートライデントビッカースバンガード BEA、エアズアーズのコメットホーカーシドレートライデント戦後の復興とイギリスの航空機産業の発展とともに、BEA は英国製の最新鋭旅客機を次々に投入するようになり、BEA の歴史はイギリスの旅客機開発の歴史そのものとも言えるものとなった。まず、ビッカースバイキング、エアスピードアンバサダーといったレシプロエンジンのプロペラ機を投入。1953年には初のターボプロップ旅客機となるビッカースバイカウントが投入された。1960年にはビッカースバンガード、さらには初のジェット機でハビランドコメットをロンドン・モスクワ線に導入した。1960年代後半にはホーカーシドレートライデント、BAC1 から11を導入したがこれらの機材は BEA 以外の航空会社にはほとんど売れず、イギリスの航空機産業がボーイングやダグラスエアクラフトといったアメリカの航空機メーカーに太刀打ちできなくなっていった状況を表していた。BEA デモンストレーション仕様のロッキード L-1011 トライスター、実際はイースタイ航空に納入された機材であり、塗装もイースタイ航空のものがベースになっている BEA はカンブリアン航空などに資本参加してフィーダー路線を強化し、またチャーター便会社 BEA、エアズアーズを設立するなど業用を拡大していたが、1971年にイギリス政府は BOAC と BEA の合併を決定した。1972年には BEA はイースタン航空やトランスワールド航空等とともに、ロッキード L-1011 トライスターのローンチカスタマーの一社となったが、BEA カラーのトライスターは、ファーンボロー国際航空ショーに展示されたのみで、実際は、ブリティッシュエアウェイズのカラーリングで納入された。1972年9月1日に、BOAC と合併した後も BEA は、ブリティッシュエアウェイズのディビジョンとして存続したが1974年4月1日にブリティッシュエアウェイズに一体化された。BEA の塗装が塗られたブリティッシュエアウェイズの A319、ブリティッシュエアウェイズは2019年に国際線運航100周年を記念し複数の機体に特別塗装を実施。エアバス A319 のうち1機が BEA の塗装になった。ワールドエアラインディレクトリ、フライトインターナショナル、1967年9月529そもそもトライデントが商業的に失敗した理由の一つは、メーカー側が当初案を BEA に提示した際、BEA 側が大きすぎると難色を示し、メーカー側が妥協して当初案よりも小型の機体にしたからだった。結果、これが新規市場開拓の際に大きな足かせとなり、メーカーの営業力不足なども相まって117機で生産が終了してしまった。トライデントの当初案に近いスペックを有するボーイング727が1700機以上も販売されたベストセラー機となったことを踏まえると、これは大きな皮肉と言える。BEA 復刻塗装の A319、就航ブリティッシュエア、20年退役まで、アビエーションワイヤー、2019年9月6日閲覧。ありがとうございます。